県の災害救助条例が適用されるほどの豪雪となった妙高市。正午時点で妙高市関山の積雪は2メートル40センチ余り。屋根から落とした雪がうず高くなっています。妙高市社会福祉協議会では、市に登録している要援護世帯からの連絡を受けて、除雪業者の手配をしています。今シーズンの除雪の要請の状況というのは改めていかがでしょうか。はい、やはりですね、大変多くなっております。この2月のちょっと豪雪がですね、ちょっと多くなった原因かなと思っております。まとまった雪ということで、連日ですね、やはり除雪に追われているというような状況で、スタッフは家に出向いて対応の優先度などを確認します。今日訪ねたのは一人暮らしの90代の女性の家です。民生委員さんから雪のまたね、いっぱい降りましたんでね、はい、屋根雪ちょっと心配だってことで連絡もらって、はい、ちょっとね、様子見にお邪魔させてもらいました。ケヤキの全部柱使ってあるからいいしって自慢してたんですけどね、まあ年数経ってるからね、そんなことばっかり言ってらんないわね。屋根には1メートルを超える積雪。なるべく早く除雪業者が来ることになりました。この冬は一気に雪が降り、依頼も一斉に入るため、業者の人手不足もあり、調整が難しくなっています。こんな年、まあめったないね。時代も変わりましたし、気候も変わってきたんだなと思います。一方、こちらは津南町。正午時点で積雪は3メートル10センチ余りで全国3位。縄文土器のオブジェも雪に埋もれていました。お隣十日町では住民が雪かきに追われていました。地域ごとに違う流雪溝の水が流れる時間に合わせた作業です。流す時間が決まってるんですよ。ここは11時から12時までで、じゃあその中にその前そっちで10時から11時まで。水が流れる時間のうちに雪下ろしなどを終えなければいけません。夕方に水が流れる地域も、その流れる時間に合わせてね、下ろす形になるのかな。今年雪下ろしは何回目でしたっけ？昨日掘って5回目。もううんざりです。今年雪多いですか？めちゃくちゃ多い。時間にも追われる雪との戦いはまだまだ続きます。